間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。本日はバイオリン弦ベータインフェルトについて、ドミナントとの違いについてお話ししたいと思います。ベータインフェルトの方が張った後の弦が伸びにくいというようなお話は前にしたと思いますが、それでは音の面でどのような違いがあるでしょうか。これはあくまでも私の印象であり、また楽器によっても違いますので、私がいくつかの楽器に張った印象と考えていただきたいと思います。ドミナントと比べたとき、ベータインフェルトの方が滑らかさが、増しているように感じられます。滑らかさ、音の深みといいますか、そういったものがドミナントよりも上のような印象を受けます。例えばゲーセンの深みであったり、あとアーセンの滑らかさ、時にはドミナントのアーセンはシャリシャリしたり、ちょっと薄っぺらい音がする時があるのですが、ベータインフェルトの方が滑らかで厚みのあるアーセンの響きがいたします。滑らかな音の弦、深みのある音の弦というのは、得てして音量が落ちる場合もあるのですが、このベータインフェルトにつきましては、ドミナントと同等、あるいは楽器によってはドミナントよりも音量が出るように思います。まず、音が神経質でないということ、音に深みが出るということ、そして物理的に弦を張った後に音程が安定する期間が短いことなどから、非常に使いやすい弦の一つと言えるのではないかと思います。